こんにちは。熊本のバスをスローの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は緑川にやってきました。11月の頭ですかね。確か結構大雨が降った関係で水が悪くなってないかな、濁りが結構入ってないかなと思って、やってきたんですけれども、まあまあすごい濁ってるわけじゃないんですけども、それなりに釣りができそうな水質なので良かったかなと思います。今日はですね、お昼からの出船ということでそんなに長いことできないんですけれども、1本でも多くの秋バスを釣れるよう頑張りたいと思います。それでは最後まで動画をお楽しみください。よし、じゃあちょっとやっていきたいと思います。今日 GoPro に風防ウィンドジャマーって言うんですけど、あれつけてないんで、もしかしたら風の音が入って聞き取りづらいことがあるかもしれないんですけど、ご了承ください。じゃあまずはカバ打ちからやっていきますかね。今ストロープからちょっと登ってきたところなんですけど、ここの水温で 18.78 度ということでだいぶ下がってますね。そもそもがこの時期の釣り苦手なんで、攻略法がようわからんですね。まあ、一つ言えることはカバー打ちに固執するなということですね。すぐカバーしかやらないんで、自分に戒めてあげないとですね。ちょっと移動しますかね。ちょっとオーバースリー投げてみます。バズルに出ないかな。出ないことないと思うんですけどね。前回緑川に来た時に和式の湯さんが釣ったポイントですね。和式の湯さんポイントです。マシポ。そろそろ1本釣りたいな。やばい。確か前回ここ来た時に杭があったんですよね。で杭のそばを通したらバスが釣れたんですけど、どこだったかな。
水がきれいなら杭見えたんですけどね。うん、分からん。バレた、マジで。ダメだな。よし、対岸行きましょう。ちょっと流れがきついな。なんか川が逆流してますね。川を下ってるのになんかエレキをパワー上げないと進めないというなんか変な現象です。ちょっと移動しますか。釣り方変えましょう。割とスロープに近いところに来たんですけれども、ここのディープというか水深ですね、水深が今 5.3 メートルなんですよ。でもうちょっと向こうに行くとすごい深くなるので、そこを、ドライブビーバーの7グラムフリーリグでですね、ちょっとそこを叩いてやろうかなと思います。うん、釣れん。くそー、どこにいるんだバス。もう一回同じルート流してみようかな。まずいぞ、これは坊主。それだけは避けたい。やばい、あと釣りできて30分ぐらいですかね。やばい。やっと来た。
しかもでかい。おおおおでかい。40ちょっとぐらい。ちょっと緑川でこのサイズは。ういぃー、お、45ぐらいありますね。やった、ショットオーバー3。おはははは、やった、はぁ、釣れた。ごめんね、ちょっと、いい、0キロ、どんくらい色はあると思うけどね。1170。しゃあ、ありがとう。だね。よし。よかった、釣れた。やっぱショットオーバースリー釣れますね。このクランクやっぱもう最も信頼を置いてるクランクかもしれないです。じゃあ引き続きもう一本取れるよう頑張りましょう。多分さっきのバスは自分の緑川レコードかもしれないですね。去年も1本40後半半ばぐらいかな釣ったんですけども、多分それを超えるサイズだったと思います。よっしゃ、向き上げろ、やった、あよっしゃ、よっと、ほい、2本目リールラビットですね、カバ打ち。よかった、カバ打ちで釣れた。嬉しい。これは30後半ですね。ありがとう。よっしゃ、いいじゃね。よかった、結構流れ強いんですけれどもいるもんですね。こんな結構強い流れを嫌ってるかと思いきや普通に釣れたんで嬉しいですね。なんか食った気がした。食ってる。あ、うわー、うわー、ワームだけ取られた。おるね。よし、ちょっと待ってよし、じゃあ
時間も来たんでここで終わりますか。スロープに戻ります。